さあ皆さんね、いつもお世話になっております、カンタレオカリナの制作者がお送りします YouTube チャンネルへようこそ。ということで本日はですね、 1C から 7C までのジブリで合う曲、そして、ちょっとしたですね吹き方のワンポイントなんかやっていきたいと思います。今日は 4C 編ですね。なんやかんや言ってもやはり 4C が吹けなければダメですね。今まで 2G がいいんじゃないかな、 3F でしょう、 1C でしょうって言ってましたけども、やはり浩太先生 4C です。これは抗えません。 4C が下手っぴだとダメですね。ということで今日はですね、上手に、ジブリを通して 4C を極めていきたい、まあ、そういった回になっておりますのでよろしくお願いします。それでですね、直近で挙げたやつで言うと、これがですね非常に 3F と 4C の、吹き方のポイント、丁寧に説明してありますので、ぜひこちらご覧ください。そしてヒメリーナ、ヒメちゃんのオカリナ、これそろそろ再開しますので、よろしくお願いします。私の娘でございます。中2です。よろしくお願いします。さあ今日は 4C やっていきたいと思いますけども、ベースでね、お買い上げいただいた方からメールをいただきましたので、ご紹介したいと思います。届きました。ありがとうございます。最高です。嬉しいじゃないですか、こちらね。宝物をありがとうございます。宝物ですよね。今まで、ここね、他社メーカーが入ってるんで、ちょっと隠させてもらいます。を使い、他のメーカーさんを使ってたということで、オカリナは吹いていたんですね。そして、カンターレの安定した音色と、響きに憧れ、変な癖がつく前に気に入ったオカリナをとの言葉に動かされ、思い切って購入してよかったです。ありがとうございました。最高音のファの出し方がまだ下手くそですが、使いこなしたいと思っております。それと、コンポの丁寧さに商品という作品への愛情をたくさん、詰めていただきありがとうございました。ということでね、こちら発送しているのはあのスタッフなんですけども、非常にこう宝箱をこう開けるように、梱包しております。そちらがね、このお客様愛好者にも届いたということで、こちら九州のお客様だったかな、ありがとうございます。見ていただけてるでしょうかね、いろいろね私もやっていきたいと思いますんでよろしくお願いします。またね、オカリナ塾なんかもいいんじゃないかなと思っておりますんでよろしくお願いします。やっぱりオカリナ塾だね。ということで、ベース、Amazon なんかでも私がきちっとやりますんでお任せあれ。ということで今日 4C です、ね、先ほど言ったようになんやかんや言ってもキングオブオカリナ、これが C 管 4C です。さて 4C ってなんで難しいかっていうと、みんながね使ってるからその差がね分かりやすい、例えば 2G とか使ってるとそんなに分かんないじゃん、使ってないからみんなねそういう感じでやっぱ 4C ってみんな使ってるからその比べやすいんだね、だからそのアラも見えやすいのでなんかこううまく感じれないっていう人が多いんだけども、その場合こちら見ていただきたいんだけど、今日はね、やっていきたいと思うんですけども、基本的にやはり息をのスピードと量を一定にしないっていうことが一番重要なんですよ。どうしてもいろいろな僕、愛好者さんは見てると同じ息、同じスピード、同じ量で吹いてるんですよ。でそうなるとどうなるかっていうと、例えば低音に合わせたあの息で吹くと息のスピードが足りないんですね。例えばいくでしょ、でこれの下のドはいいんです。この息のまま全部上に行くんですよ。悪くはないです、悪くはないんだけど、やっぱ上の張りがないじゃない、やっぱり上に行ったらスピード上げるんですよ。これなんですね、でこれよりちょっとね悪いのが
上のスピードで下吹いちゃう人ね。こっちの方がね直すの難しいですね。でもね 7-3 で息が速い人の多い、うん、なので今日ね覚えててほしいのは、低音は息の量はたっぷりと、しかしスピードはゆっくりと、とが2つね、ゆっくりとたっぷりと。そして高音は息のスピードは速く、息の量は少なく、クックです。速く少なく、たっぷりとゆっくりと、非常に分かりやすいですね。ぜひ復習してください。下の息の量はたっぷりと、息のスピードはゆっくりと。はい、復習して。はい、高音は息のスピードは速く、そして息の量は少なく。そうです、多くしたらダメです。さあ行きますよ。たっぷりとですよ。でここら辺から速くしていきますよ、息のスピードを。これの無段階変則ができるようになれば、おのずと 4C は上手になります。はい、さていきましょう。今日はですね、ジブリでじゃあ何をやったらこの 4C が上手になるか、曲いっぱいあるでしょ、ね、いっぱいあるんだけど、おそらくこれにかなうものはございません。何か、もののけ姫よりもののけ姫、こちらです。メラさんですね。この曲をはっきり言って 4C で吹いていただければ、その人の技量、伸びしろ、大体わかります。改善ポイント。ね。これをぜひですね、吹いていただきたいですね。ちょっとね、いきますけどね、ちょろっとね、ポイント解説。本当にですね、ビシッとやりたい方は、そうです、オカリナ塾です。よろしくお願いしますね。僕が持ってる譜面はシャープ、フラット1個の最初がレから始まるやつ。まあ多分これが一番メジャーな調かなと思ってます。もののけ姫ではですね。ちょっといきますよ。ですから、まず入りです。入りが重要です。入りっていうのは世界観が作られますから、これ、ね、強く入らないですよね。もののけ姹ですから。うっそうとしたこう木々の中で、こう、おっこと主が出てきそうな感じでやるんですよ。ゆっくり入ってくださいね。でその後ですね、この後ちょっと上に行きますね。スピード上げますよ。ここからゆったりと、はい、でここからサビに行きます。ここがだいたいね、上手かそうでないかが分かりますね。ここはもうね、レレレミレですから、もうスピード、息のスピードは速い、ストロー理論ね。ここのね、つなぎあたりですね、ファからラの、まあこのね、跳躍というか、まあ降りる感じ、ここら辺上手にいきたいですね。で、その後。ね、難しいですね。次がね、一番難しいとこです。ここはですね、ドからファに跳躍します。出しておきますけどね。うん。これはですね、普通に吹くと、私でもですね、ちょっとぎこちなくなります、ここは。うん、ちょっとぎこちなくなるから、ここはですね、替え指を使います。で、ドのポジションって、まあ、こうですね。これをですね、こっちで取ります。
ですね、普通のってこれですよね。裏の2つにここで、替え指はここ開けます。ですから、レのポジションでここ塞ぎます。ここの2つタンタン、若干ですね高くは出るとは思いますけども、ここは駆け上がりなんでこれでいいと思います。いきますよ、これ普通の音です。でここね、はい、裏開けますね、裏開けます。普通どうこうでしょ、じゃなくて裏を開けてちょんちょんです。でそうするとドになりますから、まあ、ほとんど一緒ですね。でここでやっていただけると、このですねドファーっていうのが簡単にきます。簡単ですね。これぜひマスターしてください。これねオカリナ塾ぐらい有料コンテンツですからねここですね。さあこうやっていただけるとね非常にいいですね。まあもののけ姫がはっきり言って 4C できちっと吹けるようになれば、オカリナの 4C の操作性も上がりますし、おそらくはまあかなり技量が上がるんじゃないかなと思ってます。ですからぜひもののけ姫、オカリナ業界の人は多分持ってるでしょ譜面ね、もののけ姫、うん、これぜひやってみてください。ぜひで、ドからファの替え指、ここねぜひ替え指やってください。うん、替え指やればスムーズにいきますので、で世界観のイメージを頭に入れて吹いてみてくださいということで、4C 編でございましたね。非常にためになるね、じゃあね最後に演奏して終わりたいと思います。